ファウルになります。打ちました、痛烈、ここもファウルです。これもファウル。アウトコース打ちました。この回ランナー出ましたが結局3人で攻撃を終えています。6回の表終わって4対1、ライオンズ無得点です。6回の裏マリーンズの攻撃になります。バッターは6番里崎、前の打席ではソロホームランを放っています。勢いのあるストレート、変化球タイミング合いません。ツーストライクを先に取っています。落ちるボールはこれは外れています。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。打席には7番バッター大松、今日はまだヒットがありません。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、外のボール、まっすぐでストライクを取りました。次が80球目になります。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。この球は外れています。インサイド落ちました。ショートうまくさばいてアウト、ツーアウト。バッターボックス鈴木、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。初球変化球空振りです。見送っています。低め振ってくれればというようなボールでしたが見送っています。変化球が決まりました。ワンボールツーストライクです。逃して三振です。スリーアウトチェンジ。三者凡退に終わっています。6回終了4対1、マリーンズ無得点です。
ここで守備を変えます。ライト角坂に変わりまして、細谷。終盤7回に入ります。追いかけるライオンズの攻撃になります。5番バッター秋山、今日はまだヒットがありません。高め打ちました。センターに抜ける、ヒットになった。ノーアウトのランナーが出塁していきます。ヒットでランナー一塁になっています。初球ボール、このボールには手が出ません。ストライクです。次の投球が今日の80球目。変化球、これは空振りです。2ストライクと追い込んでいます。アウトコース打ちました。二塁送球、セカンド、おっと送球がそれた。ここでランナーが変わります。マウンドの先発ピッチャー成瀬、最初は見ていきます。引っ張った、ファースト取って、セカンド送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレイ。リプレイでご覧いただきましょう。一気にスリーアウトチェンジになりました。この回ランナー出ましたが、結局3人で攻撃を終えています。7回の表終わって4対1、ライオンズ無得点です。今リリーフカーに乗ってピッチャーがマウンドに向かいます。ピッチャー交代です。の裏に入ります。ラッキーセブン、マリーンズの攻撃です。バッターボックスは9番荻野、前の打席ではヒットを放っています。高め変化球、空振りです。変化球、タイミング合いません。2ストライクと2球で追い込んでいます。3球目、これはどうだ、うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。これはさすがと言っていいんじゃないですか。ご覧のように非常にいいプレーになりました。ファインプレー。バッターボックスは1番根本、前の打席ではタイムリーツーベースを放っています。マウンドは中継ぎの岡本。初球打ち、ライトが取りました。ツーアウトです。
バッターボックスには2番細谷。細谷圭、背番号59。ツーアウトになっています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。今のはボールになります。低め見送りました。ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトながら追加点のランナーが塁に出ます。代走が出ます。ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。ストライクです。高めの球ストライク。2球で追い込まれました。インコース変化球決まりません。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。7回終わって4対1マリーンズ無得点です。リリーフカーに乗ってピッチャーが今マウンドに向かいます。ピッチャー交代です。8回まで来ました。追いかけるライオンズの攻撃になります。打席には8番バッター住谷。先ほどは三振でした。打ちました。一塁送球アウト。ワンアウトです。バッターボックス鬼崎。先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナーはありません。初球打ち一気に左中間へ。ワンアウトからランナーが出塁していきます。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。セットアッパー松永。今のは反応できませんでした。ストライクです。インサイド落ちました。二遊間抜けていきました。これで猛打賞。打席には2番バッター渡辺。先ほどはヒットを放っています。マウンドはセットアッパー松永。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。
めわずかに外れた。あっとインコース、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。ツーアウトになっています。クリーンナップに入ります。3番栗山、今日はまだヒットがありません。得点圏にランナーを置いていますライオンズです。初球ボール、変化球にバットが空を切ります。引っ張った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。このチャンスは生かせませんでした。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。8回の表終わって4-1、ライオンズ無得点です。今ゆっくりとリリーフカーにピッチャーが乗り込んでマウンドに向かっていきます。ピッチャー交代です。8回の裏マリーンズの攻撃、4番バッター今江、今日はまだヒットがありません。際どいところ見送っています。